こんにちは。2022年3月、ベテラン俳優の志垣太郎さんが急死したことが報じられました。コロナワクチンが原因なのではないかとの噂もあります。また、志垣さんは以前、交通事故が起こったことが要因で愛車が世間に公開されました。志垣さんの若い頃から現在、奥さん、息子さんの情報と合わせて死因の真相に迫っていきたいと思います。志垣太郎さんは1969年に芸術座の舞台巨人の星でオーディションで170人の中から主人公星飛雄馬役に選ばれ、俳優としてデビューしました。現在は漫画作品などの舞台化が 2.5 次元作品として人気を集めていますが、この舞台巨人の星はその元祖とも呼ばれている作品です。志垣太郎さんの嫁は元女優で歌手としても活躍した白坂典子さんです。志垣太郎さんと嫁の白坂典子さんの出会いは1982年から1983年に放送された時代劇水戸黄門の第13部でした。一話から10話までレギュラー出演していた白坂典子さんに、第10話にゲスト出演した志垣太郎さんが一目惚れしてアプローチをかけたそうです。嫁の白坂典子さんは最初はイケメンのモテ男として知られていた志垣太郎さんからの猛アプローチに警戒したそうなのですが、実際に会ってデートをしてみると楽しくて気さくな人だし、意外と真面目で思っていたイメージとは違うと思い、すぐに真剣交際に発展したのだとか。志垣太郎さんと嫁の白坂典子さんは出会いから3年後の1985年6月に結婚されています。1984年12月24日のクリスマスイブに志垣太郎さんの方から、来年は結婚しようねとプロポーズされたのだそうです。志垣太郎さんと嫁の白坂典子さんの息子の匠さんは、両親の影響を受けてか子供の頃から音楽や映画、お笑いなどの芸能の世界に興味を持っていたそうです。特に音楽には興味を持ち、5歳からクラシックピアノを習い始め、小学校時代にはピアノコンクールの優秀賞を受賞されています。高校時代は聖歌隊、大学時代には軽音楽部に所属し、この頃にエレキギターも始めたそうです。次第にプロのエンターテイナーになりたいと思うようになり、2013年公開の奥田瑛二監督の映画京子と秀一の場合のオーディションに合格して俳優としてデビューしています。作中では匠さん演じる健一がピアノを弾くシーンがあるのですが、撮影で匠さんが弾いたピアノの音源がそのまま劇中音楽として使用されています。その後はバラエティタレントをメインに活動し、かなり個性的かつ卓越したトークスタイルで人気を集めており、2016年5月には踊るさんま御殿に初出演し、面白トークを展開、見事踊るヒット賞を獲得されています。2020年に志垣太郎さんはオリジナルジュエリーブランド志垣イズムを立ち上げ、デザイナーとしても活躍されているようです。この志垣太郎さんのブランド志垣イズムはかなり限定的に展開されているようで、一般に公開されている情報はほとんどありません。志垣太郎さん本人が招待客限定のジュエリーフェアの販売会に出向くなどしているようなので、クオリティを高め、一部の顧客に特別に販売するスタイルでブランド展開されているということかもしれません。公私ともに順風満帆だった志垣さんは、芸能界での交友関係もきらびやかでした。特に松崎しげるさん、西田敏行さん、柴俊夫さん、田中健さんとは年齢も近く、芸能界きっての仲良し5人組と呼ばれるほど、20から30代の時はこの5人でチャリティーコンサートを続けていたといいます。東京ベイエリアの高級タワーマンションに住み、外車を買い集め、年末年始には家族でハワイ旅行を楽しみました。40代までの志垣さんはザ・芸能人ともいえる華やかな生活を送っていました。そんな志垣さんの仕事の勢いに陰りが見え始めたのは2000年代に入ってからでした。芸能関係者はこう語ります。50代になった頃からドラマの仕事が急減してしまいました。たまに入る仕事は地方の PR 誌のインタビューなど地味なものばかり。
バラエティや情報番組の出番もなくなり、唯一のレギュラー番組だった。噂の東京マガジン TBS 系も2014年に降板となりました。次第に志垣さんは周囲にあるお願いをするようになったといいます。テレビ局関係者が明かしていました。急にまとまった額のお金を貸してくれないかと連絡するようになったんです。まずは近しい仕事関係者に話を持ちかけたそうです。その人は何回かに分けてお金を渡していたそうですが、志垣さんの要求が止まることはなかったと聞いています。そのうち、このままでは志垣さんのために良くないと判断し、申し出を断るようになったそうです。その後、志垣さんが頼ったのが友人たちでした。芸能界のつてを頼って複数人からそれぞれ数百万円単位のお金を借りていました。その金額は合計で数千万単位になったとか。仲のいい友人に始まり、友人の友人にまで声をかけることもあったといいます。方々から借金を重ねる志垣さんを見かねて友人が注意することもあったといいます。何人かの友人が、どこにそんなお金を使うのと聞くと、本人は生活を維持するためだと言うんです。生活を改めたらどうかと指摘しても、彼が改まることはありませんでした。何にそんなに使っていたのかは分かりません。ギャンブルなどに使っていたのではないと思いますが、もともと人生は太く短く、やりたいことをやって好きなように生き、パッと散りたいという考えの持ち主で、若い頃は毎晩飲み歩いていた。中年になってからも派手な生活をやめられなかったみたいです。前室テレビ局関係者、いくら借金しても使ってしまえばお金はなくなります。4年ほど前には長年家族で住んでいたベイエリアのタワーマンションからグレードを下げたマンションに引っ越しました。家賃は半額ほどまで減らしたそうです。前室芸能関係者、もう一つ志垣さんを悩ませたのが仕事上での人間関係でした。志垣さんがデビューしたのは17歳の頃、叩き上げの役者だけに、撮影や収録などの昔のやり方と今のやり方の差に戸惑うことも多かったそうです。2013年には国民的人気を誇ったドラマ半沢直樹で騒動がありました。志垣さんは高木専務役として第一話に出演しましたが、第2話以降は画面から姿を消し、同じ役を三浦光一さんが演じたのです。突然の配役変更にもかかわらず、制作サイドからの説明はなく、 SNS では病気か怪我が原因、ギャラの問題かなどの憶測が飛び交いました。実際には志垣さんをめぐるトラブルがあったんですと打ち明けるのは別のテレビ局関係者。志垣さんが現場で共演者とおしゃべりをして、そこで見聞きしたことを周囲に話したことがあったそうです。その内容をめぐって共演陣がギクシャクしてしまい、これに監督が激怒し降板となってしまいました。志垣さんはこの時のことがトラウマになり、ドラマ撮影の現場で堂々とした演技ができなくなってしまったようです。その後も俳優として活動されていた志垣太郎さんですが、2021年1月29日に交通事故を起こしたことがニュースになっています。記事によれば、志垣太郎さんの運転する車が東京都江東区の丁字路交差点で軽ワゴン車に横から衝突する事故だったようです。軽ワゴン車は横転し、乗っていた50代の男性が怪我をして入院しているということなので、ある程度激しい事故だったようです。志垣太郎さんはこの事故で怪我は負っていないということでした。その後、志垣太郎さんがこの事故で書類送検されたなどの続報は出ていません。この事故のニュース映像から、志垣太郎さんの愛車はメルセデス・ベンツの AMG モデル C クラス C434 マチックであることが判明しています。4代目ウエスト205型で、車体カラーは白でした。志垣太郎さんの愛車のベンツ AMG C434 マチックの市場価格は660万円ほどです。そんな志垣太郎さんは昭和を代表する酒豪としても知られています。志垣太郎さんはお酒が強く、1日3本を開ける毎日を過ごしていたそうです。その3本はビールではなく、ジン、魚塚、日本酒、お酒なら何でもボトルで3本は開けていました。
志垣太郎さんが若い頃は仕事が終わり次第飲み会になるというのが恒例になっていました。志垣太郎さんはスタッフと飲むのが好きで、現場の後片付けが終わるまで待っていたようです。飲み始めはだいたい撮影所のスタッフルーム。当時は時間もお金もなかったため、なかなか飲みに行けず、監督が冷蔵庫に用意してくれているビールや日本酒を飲んでいました。志垣太郎さんの出番が早く終わった時は、先に一人で撮影所の近所の焼き鳥屋で飲んで、撮影を終えたスタッフたちを待っていたそうです。今みたいに携帯電話とかがないため、ちょくちょく様子を伺いに現場に戻っては帰ってを繰り返し、挙句の果てに助監督に何時くらいに終わりそうか聞いていたそうです。あと30分くらいと言われたら、焼き鳥屋に戻ってそこの親方に50本くらい差し入れ用に焼いてもらい、約 2,3 時間スタッフルームで飲むといった毎日を過ごしました。終電がある人は帰りますが、志垣太郎さんは帰らず朝まで飲み明かしました。昔の役者のような志垣太郎さんのことを気に入る人はたくさんいました。漫画家の上村和夫さん、沢田研二さん、俳優の佐藤誠さん、勝新太郎さんもその一人です。志垣太郎さんは勝新太郎さんのことを憧れていました。ある舞台で中村玉緒さんと共演した時に、マサルさんが見に来たことがありました。マサルさんが役者やスタッフ60人くらいを有名料亭に招待してくれました。もちろん二次会もありましたが、当時志垣太郎さんは新人だったので呼ばれることはないと思っていたそうです。マサルさんは志垣太郎さんを気に入っていたのか二次会に招待し、その後もホテルに呼び出されて飲むこともあったそうです。水のようにブランデーを飲んでいるマサルさんに負けじと、志垣太郎さんも水のようにごくごくと飲み干したそうです。そんな志垣太郎さんの自己最高記録は3時間で4勝半とのことです。それでも酔って気持ちが悪くなったというわけではなく、お腹がいっぱいになってやめたそうです。そんな飲み方も妻の白坂のり子さんに出会ってからやめました。志垣太郎さんは今思い返しても、若い時の勢いで飲み続けていたら僕は50歳くらいでのたれ死んでいたと思います。今も元気で楽しくいられるのは本当に女房のおかげです、と当時を振り返っていました。そんな志垣太郎さんですが、2022年12月に急逝したことが報じられました。志垣さんがお亡くなりになったのは遠征先の佐賀県だったということで、直前まで精力的に活動されていたことがうかがえます。また亡くなられたのは2022年の3月だったということですが、なぜ9ヶ月も経っての発表だったのでしょうか。死因にワクチンが関係あると言われていますが、真相はどうなのでしょうか。発表は長男の匠さんのツイッターで行われました。急な体調異変による心不全により帰らぬ人となりました、と記されていましたが、調べてみたところ、志垣さんは長い芸能生活の中で特に体調不良や入院などで休暇を取ったことはないそうです。そこで志垣さんの心不全の原因はワクチンにあるのでは、という憶測が SNS で広がります。個人的に反ワクではないので、正直どうなの？と思ってしまいます。志垣太郎さんのワクチン接種歴は分かりませんでしたが、ただ仕事で地方に行くことが多かったようですし、2022年3月となると一般的に高齢者接種の3回目が終わっています。真面目で実直な印象の志垣太郎さんは、周りに迷惑をかけないためにもワクチンは接種済みだった可能性が高いでしょう。ただ現時点でコロナワクチンと心不全の因果関係は何ら認められていません。息子の匠さんもワクチン接種後も特に体調に異常がない旨をツイッターで報告されていました。ではなぜ発表が9ヶ月も遅れたのでしょうか。前述した通り、志垣さんはその時まで活動中だったため、番組関係者はもちろんこの事実を知っていたはずです。匠さんのツイッターでは、父の死を受け止めるのに時間がかかり発表が遅れたと記されています。志垣太郎さんの取っていた仕事の始末や下世話な話、相続関係の話も立て込んでいたのではないかと推測されます。残されたご家族の傷はまだまだ癒えないかと思われますが、
志垣太郎さんのご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。